どうも、ポチです。レオです。ジャッジアイズ死神の遺言、続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、前回マリネーの後をつけて、秘密のカジノ？そうだね。カジノに来たんですけど、はい。で、なんかうろちょろうろちょろ、バニーのお姉さんを干渉してたら、なんかキムさんからちょうどメッセージが来ちゃって。おー。はい。あの京浜同盟の幹部立ち去ったみたいですね、これね。ああ、立ち去ったようです。私の友達、彼らに殴られてお怪我です。ほう。誰も彼らに逆らってくれません。八神さんは違いますよね。うん、違う。だってあいつらが逃げたから。あ、消えちゃったね、何パーセントってやつ。そうだね。そっかそっか。またでも危険度は上がるんでしょう。また何かの時に上がるから。うん、その時に今度は戦おうかな。もうあいつらどこに行くんだろうね。あれ、幹部どこ行っちゃったんだろうね。ね。あれ、ちょっと待って。別にここで辺とかであるわけじゃないもんね。そうだね。どこで会えるんじゃろうか。歩き回ってれば会えるのかなと思ったんだけど。ね。今回マリネーのあのやつになっちゃったしね。いなかったよね。いなかった。なんだろう。じゃあ、メインストーリー進めますか。おう。なんかたまーにメインストーリーの間にこういうのが入るね。そうだね。よし。帰ろ。さあ、どこに向かうのやら。八神事務所に戻るのか。そう、事務所に戻ります。事務所に戻って寝るのかな。寝ないでいいのかな。ね、今夜だからね。またあれなんじゃないの。え、いる誰か。綾部が後ろにいるんじゃないの。怖いわ、あれ怖かったもん。後ろにいるよみたいな。ねえ、あれ一番怖いわ。そう、まあ、鍵開けっぱなしにしとくこいつが悪いけどね。じゃあ、閉めといたんだろ、多分。あの人鍵ぐらい開けられんじゃないの？マジで？もしかして。変態じゃん。よし。あ、だから鍵ね。毎回鍵これね。はい。よし。よし。いやー、誰もいない。お。電話じゃ。もしもし。八神さん、あの、城崎です。珍しいな、沙織さん。どうかした？新谷先生がずっと電話してないんです。あ、やばい。八神さんと話して事務所を出たきり。やだ。それで？教令会に狙われてるかもしれないんですよね。いや、大丈夫。少し脅かしすぎたかもな。あの、八神さんからも電話してみてもらえませんか。新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど。まあそうだけどな。まあでも分かった、電話してみるよ。やだ、怖い。にしても早すぎるじゃん、だって。え？待って、ふるってる。鳴ってる、近くで。マジで？やめて。おーい、コントローラーブルブルしてるよ。怖い。やだ。はい、新谷。あ、新谷先生。今どこにいる？現代法律所のエースとして、法律に関するご相談は、この新谷正道にお任せを。新谷。では、メッセージをどうぞ。どんまい。
前回までのあらすじ。東条会を標的とした強霊会の銃声、うん、神室町は混迷の度合いを深めていく。誰の目にも見えていたのはヤクザの島争いという単純な図式。そうでしたね。だがその陰に大手ゼネコンや政治家たちの存在が垣間見える。そして、矢神のすぐ背後ではモグラの鋭い爪が新たな犠牲者を生み出していた。これ矢神さん疑われちゃうじゃん。まあそうですね。チャプター5、ハクチューム。はあ。わあ。おお。展開早っ。いや、今回一番怖かったよ。新谷先生が、うん。でも矢神さん、さっきは大丈夫だって。なあ、沙織さん。俺もまだよく飲み込めてないんだ。ただ、犯人は、モグラだと。新谷先生、警察に通報は？いや、これから。じゃあまず通報した方がいいです。それから通報は沙織さんの方で頼める。え？俺は警察が来るまでにできるだけ現場を調べておきたい。頼むよ。わかりました。よろしく。いやー怖かったよ。そりゃやだよ。もう新谷さんにゃおー言うてる。ちょっと待って、こんな時までいるな。犯人かもしれないぞ。これ違うな。それはお前が飾り立てたやつだ。すげえ飾ってんじゃん。外だろ絶対に。ちょっと探すわ、うん、開いた。はいや、怪しいな。黒猫、こんな時に嫌な感じだな。そうだね。まあでも黒猫はね、違うんだよ。不吉な猫さんじゃないんだよ。嫌だよ。猫職人じゃないか。やっぱりサングラス、これカモフラージュ。そういうことだったのか。やっぱそういうことだったんだな。死体は両目をえぐり取られている。前にも見たモグラそのものの手口だ。あー本当に。この胸の傷、銃創か。え、銃で撃たれたの。となると凶器は銃。モグラは今まで銃は使っていなかったはずだが。そうだよね、うん、まだに何箇所か撃たれてる。そういえば新谷のスマホはどこだ。スマホを見れば何かわかるかもしれない。鳴ってたからね、うん、さっき新谷に電話した時に着信音が聞こえてきたから、この部屋にあることは間違いない、うん、そうだ、もう一度新谷のスマホにかけてみよう。そうすれば着信音を頼りに新谷のスマホを見つけられるかもしれない。また変なとこに隠してあるんじゃないの。スマホかけてみよう。よし、着信音が鳴ってる。この音を頼りに新谷のスマホを探そう。そう、ちゃんと探さないと。なんかここブルって、なんだこの椅子の下には。ないか。スマホのコール音がするのは死体の方からか。もっと新谷の体の周りを調べてみよう。あ、別にじゃあ体が持ってるのか。体が持ってるとかしない。体が持ってるってなんだ。これは新谷はこの中にいたってことは、この中にスマホがあったりしないか。スマホのコール音がするのは死体の方からか。もっと新谷の体の周りを調べてみよう。もうこれ長いことやってるとあれだもんね。ん？あった。留守電になっちゃうもんね。新谷のスマホ、そうだね。詳しく見てみよう。いやー、他には？他にはもうあれか。特にないか。猫を見つけたし。もういいね。そうだね。よし、終わり。新谷のスマホ、通話履歴が見れそうだ。お、
お。ちゃんと。え、それ、操作できるんす？手袋で。電話の履歴はほとんど源田法律事務所だな。まあそうだろうね、そりゃ。ん？最後の発信履歴は違う番号か。最後？不在着信。ほんとだ、050。050だね。沙織さんめっちゃかけてるじゃん。めっちゃかけてる。心配だったんだよ。そりゃそうだよな、確かに。新谷は殺される数時間前にこの番号へ電話していた。誰に連絡を取ったんだ。ここに電話してみればいいじゃん。あ、来た。お前か。まあ、そりゃそうだわな。お前か。そうだよな。その担当刑事だもんな。うん。もう絶対こいつ言ってくるだろう。嫌味。源田法律事務所から通報を受けてきた。いきなりあんたが来るとはね。黒岩刑事。新谷弁護士か。ええ。よく知ってるよ。羽村を無罪にした凄腕だからな。そうか。お前、それが妬ましかったんじゃないか。は？は？被害者とはもともと不仲だったって。なるほど。挨拶代わりに人を犯人扱い。そんなんじゃないよ。できる刑事はやっぱり違うな。これから鑑識を入れる。お前には住居人として立ち会ってもらうよ。その後ここは立ち入り禁止だ。いつまで？少なくとも今夜はよそで寝床探し。そんな金ないんだけどな。汚職警官に払ってる金があんだ。あ、綾部の情報はガセも多いぞ。何の話です？お前警察なめんなよ。入れなくなっちゃったね。バチバチだな。ああ、さっきまで警察の捜査に立ち会ってて。海藤さんどこ行ったんだ。源田先生はまだ事務所に。そうだね。八神さんから新谷先生の話を聞きたいって。ああ、そうだな。私も源田事務所か。星野くんも。まあね、分かってる。まあそれは聞きたいだろうな。じゃあまた後で。はあ、はい、気が重いよ、こんな報告。まあそうな。いやー、もうちょいあと 1,2 章先かと思ってたな。すぐだった。まあでも、すぐだ、すぐだな。まあな、ちょっとあの溢れ出る小物感は確かにあったからな。にしても早いな。イライラしてんだ。やつ当たりじゃねえか。新谷さんダメだよ。なんかそう、なんかこういるね。何言ってんのか分かんなくなっちゃった。ダメだよ。ああいう人ダメだよ。でもあれだよね、その竜のシリーズとかもさ含めてそうだけどさ、うん、一般人ってなかなかないよね。そうね。大体やっぱりさ、ほら死んでしまったりするのって、うん、そっちの道の方じゃないですか。そうそうそう。でも今回そっちの道の方が少ないからね。まあそりゃそうだ、まあそりゃそうか。これ本田派ですね。本田派だね。迷彩だから、うん、気持ち強いし。そうだね。さすが武闘派だと言われるだけ、うん、まあでもその前にね、あの死んでるけどね、一人ね、組の人がね、なんか知らない人が。あ、まあそうだね、それはそうなんだけどさ。あー、ショック。別にもうこっちショックを受け続けている。いいキャラしてたのにな。まあそうね、憎まれ役としては完璧だったんだけどな。憎めそうで憎めないような、いいキャラだったんだけど。ああ、源田先生。
すげえサングラスネタにしてたのにな。そうだよ。大変だったな、八神。疲れてるとこ悪いがよ。新谷のことを話してくれるか。話すよ。うん。新谷先生と連絡が取れないって、沙織さんからそう聞いたんで電話をかけてみました。その着信音がうちのクローゼットの中から聞こえてきたんです。新谷はモグラの手口でやられてました。モグラの手口って、じゃあ新谷先生も目を。ええ、えぐられてた。凶霊界に狙われてたはずがモグラにやられるなんてな。新谷先生、今日何か知っている口ぶりでしたよね。そう、そうなんだよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。あの人は何か俺も知らないモグラの情報を持ってた。ハムラのとこ行くのか。じゃあハムラからの仕入れだ。その口封じに殺されたのかもしれない。でもそのハムラも今消えてるもん。モグラが新谷先生を矢上さんの事務所で発見させた理由は何でしょう。そうなんだよね。わかんねえ、うん、あれじゃん。でも警告みたいな。奴を追っている俺への嫌がらせか脅しその両方かも。そうだね。矢上。はい。お前しばらくおとなしくしてろ。かなりヤバいんじゃねえか。なんなら少し町を出てた方がいい。お前までモグラに狙われたら。わかりました。先生の言う通りにします。何お前見てんの。俺は新谷が駆け出しの頃から見てきた。あいつ頭が良くてよ、俺なんかより何でも要領が良かった。そっか。ただいざって時の育児はねえし、弁護士としちゃ粘りも弱い。それでもずっと俺についてきてた。この先もずっとそばにいるもんだと思ってた。初めて俺がここに来た時、弁護士のイロハを仕込んでくれたのも新谷先生です。頼れる先輩でした。報告ありがとな、八神。沙織君、今日も帰ろう。駅まで送る。はい。お前今夜ここで寝てったらいい。あ、ありがとう。助かります。いや、星野君は。僕はもう少しやってから帰りますんで。そっか。じゃあお先だよな。おやすみなさい。源田先生が一番辛いよな。そうだよ。お前何やってくんだ。仕事か。ケーキ食うんじゃない。やっぱりお前だったのか。この事務所八神さんの自由に使っていいですから。もともと僕の方が新参者ですし、鍵も渡しておきますね。やった。なんかレトロな鍵、わかりやすい。ちょっとだけ話させてもらっていいですか。ダメ。まあいいでしょう。ああ、話って。ええ、新谷先生の件なんですけど。ほう。八神さん、さっき言ってましたよね。うん、源田先生にしばらくおとなしくしてるって。してる。でも本当はモグラを大きでいるんじゃ。そうだね。もしそうだとしたら。源田先生には黙ってます。ただその代わり。ん？ん？僕もいいですか。一緒にモグラを追いかけても。お？八神さんたちの足は引っ張りません。だから。もしかして新谷の敵討つため。あの人はいつも自分に自信がないのを虚勢で隠して、分かりやすい人でした。見た目や態度よりずっと弱かったはずです。
羽村の頭とだって好きで付き合ってたわけじゃない。まあそうだよね。ヤクザなんて怖いに決まってますよ、うん、最初嫌だって言ってたもんね。その結果が今回の事件です。僕はいつも新谷先生のすぐそばにいたのに何の力にもなれなかったんですよね。本当に僕は若造で自分でもまだどんな弁護士になりたいのかさえ分かってません。刑事弁護なのかそれとも民事でやっていきたいのかすら。でも仲間が殺されても知らん顔なんてそんな弁護士になるのだけはごめんです。ですからいいのか。源田先生はおとなしくしろって言ったんだ。なのに君が俺と動いたら。気にしないでください。自分の弁護は自分でできますから。だからできなかったじゃん。定期弁護できなかったじゃん。OK しないと源田先生にチクるんだろ。チクるんかい、申し訳ないですけど。よし、虫じゃねえか。じゃあ早速一つ頼まれてくれ。喜んで。まず殺される前の新谷が何をしようとしていたか知りたい。でそいつが分かるかもしれない証拠があるんだ。生前の新谷がどんな行動をしていたか、その手がかりになりそうな証拠があったな。まあ電話番号でしょうね。そうだね。いや本当でも意外と芯強えんだなこいつ。強いんだな。今日新谷がスマホからかけてた電話番号、これがどこのものなのか知りたい。なるほど、了解です。でも運が良かったですね。犯人がスマホを残すなんてミスしてくれて。こうやって通話履歴も見れるし。わざと残したんでしょ。いや、ミスじゃない、うん、スマホの端末をどうしようが通話履歴は残るんだよ。あ、そっか、調べられる。そうなんですか、うん、ひょっとしたらモグラは早く俺に死体を見つけさせたかったのかもな。え？わざわざうちの事務所なんてとこに死体を隠したんだ。どんな騒ぎになるかすぐ見たかったとか。あ、さっきの電話番号ネットにありました。うん、先端創薬開発センター。ん？そこの代表番号ですね。なんだって。知ってる場所ですか？3年前その創薬センターで殺人があった。入院中の患者がそこで殺されて山に捨てられたんだ。そして捕まった犯人が、そこでつながるの？新平。久保って、あ、八神さんが弁護した。あの大久保新平は創薬センターに出入りするリネン業者でタオルやシーツを 2,3 日おきにクリーニングしてた。で回収したシーツごと死体を運び出したとされてた。そうでしたね。その裁判で八神さんは大久保を無罪にして、でも彼はすぐに次の事件を。もうそこまででいいよ。新谷先生はなんでまた創薬センターに連絡を？誰と話そうとしたんです？それはセンターに問い合わせれば多分わかる。ただ今日はもう遅いか。星野君も帰りな。星野君、お互い少し休んだ方がいい。じゃあ明日から仕切り直しですね。どんな風に進めます？そうだな。ここだと源田先生の目があるし、カムロ町のシャルルってゲーセンがある。まずは来るなって言われてたじゃん。わかりました。やめたれよ。もうアジトにしちゃうじゃん。僕から連絡しときます。あ、助かるよ。じゃあ明日またシャルルで。はい、もうピエロに新米弁護士に元兄貴に探偵が集まるゲーセン。ゲーセン。いやー、星野くん信じていいのかな。星野くん信じていいのかな。なんかやっぱりそう思います。新谷さん、あ、信じていいのかな星野くん。ね、
怖いよね。なんか、もう、なんかもう、すべてを疑いたくなってしまうよ、もう。あいつもしや製薬センターの、みたいなさ。もう怖いわ。あ、ね、寝るか。うん、寝よう、寝よう。寝よう、寝よう。休みますか。はい。あ、よかった。また、綾部いるのかと思ったけど。昨夜、星野くんと約束した、シャルルへ行こう。うん。おはようございまーす。おはようございます。大抵ソファーで寝るな。そうだね。ずっとベッドで寝てないな。うん。だってもう、事務所ベッドないしね、そもそも。そうね。八神さん結構体格っていうか背高いのによくあんな狭いとこで寝れるな。ね。お？ん？お？どこ？え？あ、倒れてる奥に。あれ？行き倒れの老人かな。さすがに放っておけないか。おお。よし。お、助けろ助ける。全然助ける気がない。行くか。どうした？しょうがないな。どこだよおじいさん。なんだあのおじいさん。フレンドがついてんな。どうしたの？あの、大丈夫ですか？あ、立ってる。なんだあいつ？ヨモギ。ん？ヨモギ？その辺に落っこちているはずだ。悪いが取ってきてくれんか。ヨモギ、その辺に落っこちてはいないよ。生えてるんだよ。はぁ、あ。はぁ、あ、だった。ヨモギ？ヨモギはどこですか？ヨモギここにありますか？ねえ、ヨモギどこ？ヤガミさん、ホームレスはいいぞ。納税も仕事もないから、確かに。そうだな。それはそうかもしれない。あ、ヨモギ、ここ、これか。もしかして。よくヨモギ分かったな。あの、俺絶対わかんないぞ。マジかよ。これですか？ああ、悪いが、そのヨモギを、そこの瓢箪に突っ込んでくれるか。大丈夫、八神さん吸い込まれたりしない？名前呼ばれて？うん。大丈夫じゃない？とりあえず。入れて、蓋して、振るだけでいい。は、はあ、わかりました。めっちゃ振った。ふぅ、蘇ったぜ。すごい回復力ですね。一体何を飲んだんですか？おや、仙薬ってもんだ。仙薬？お、ま、俺特製の薬みたいなもんだ。おっと、名乗り遅れたな。俺は井山。カムロ町で仙薬を作って売ってんだ。仲間内からは、竜宮城の仙人なんて呼ばれている。ああ、竜宮城、懐かしいね。竜宮城、あるんすか、まだ。俺は八神と言います。あの、竜宮城の仙人ですか？ホテル街に竜宮城って廃墟ビルがあるだろう。あそこの4階で薬屋開業してるんだ。薬屋ですか？さっき言ってたヨモギって、まさか薬の素材ですか？うん。ああ、今日は仙薬に必要な素材を取りに来たんだが、息切れして倒れちまったんだよ。死ぬ間際じゃねえか。兄さんのおかげで助かったぜ。竜宮城の仙人に仙薬か。なんだか怪しいな。ん？なんじゃい？お前は。なんじゃい？おー、八神じゃねえか。ああ。景品同盟のようか。おい、お前ら。あ、あれ、これはホンダ派だな。おお、またヤバそうな奴が来たな。八神をやっちまえ。かかってこい。あれ、火災派だ。ちょっと待ってよ。迷彩側はホンダって。そうだね。どうしたの？ホンダ派が火災派になった。あて。かかった。痛い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 。なんかヘロヘロしてる。こっちに。
おお、いいね、いいね、かっこいい。どうじゃ、ブランコじゃ楽しいだろう。いいうい、やめたれよ、オーバーキルだよ。よし、100点満点、10点満点か。そうだね、100点じゃない。あれあれ なんだこいつら、勝てえ。こいつらは特別でな、半端な鍛え方じゃねえんだよ。お前じゃねえのが戦うの。八神さん、八神さんピンチみてえだな。井山さん、離れててください。まあ待てや、こいつを使ってみろ。さっき助けてもらった例だ。なんだこれ、ダン、ブ、ブ、読めない。なんとかの戦略。うん、俺は俺特製の戦略よ、効果は。まあ使ってみりゃわかるさ。ああ、さっきから何ごちゃごちゃ言ってんだ、ヤガミ。続きやるぞ、オラ。くそ、どうやって使うの。戦略、飲むと一時的に自身に強い力が宿る。それが戦略です。渡されたなんとかかんとかの戦略を使うと、普段はガードされる演武での攻撃でも、ガードを崩しつつ攻撃を続けることが可能です。アイテムアプリの回復アイテムにあるので、使ってみましょう。待ってください。アイテムの、あった!使えます。30秒。にゃら、どうなる、いまいち、どうどうよ、実感がない、どうよ。あ、でも攻撃力上がってるか。あ、上がってるね、明らかにね。ほら、立て立て、お前何腕組んでんだよ。あ、出ちゃった。出ちゃった。よし。何クロスしてんだよ。ちょっと仲良しか。もう一回使った方がいいのかな。まだあんの。もう一個ある。あるんだ。よーし。どこだ。ちょっと待って、ここ。戦いづらい。戦いづらいです。ガードレールのせいで攻撃が。おお、何者。決めろ。なかなかに強いな、そいつ。戦略があっても強いじゃん。あれ、しまった、もう戦略がね。何やってんだ。ほら、追加の分だ。くれるの。くれるんだ。すいません、今度こそ。喧嘩中に何ごちゃごちゃ言ってんだよ、ガミ。続きやるぞ、ほら。はいはい、そう焦んなって。これを飲む。すごいね。永遠を薬くれるやつ。でも明らかにあれだけど、ね、なんかブランコ狙ってたせいで時間切れになった感もあるけど。そんなことない。絶対そうじゃん。にゃあ。くそ。あの紫のやつなんで殴れないんだろうね。これが戦略の力か。どうだ、すげえ効果だろ。はい。ええ、まさかこれほどとは。兄ちゃん、助けてもらった例だ。竜宮城の鍵をやるから今度遊びに来てくれよ。お。やった。あ、どうも。竜宮城の鍵。竜宮城には俺の住処以外に裏カジノや賭博もある。刺激的な遊びを求めるなら来てみるといいぜ。うん、そうだね。竜宮城。そんな施設まであるんですか。あいたっ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 た。腰が、くそ、年だけは戦略でもどうにもならねえな。ボロボロじゃねえか。あの、大丈夫ですか。竜宮城に帰るなら送っていきましょうか。いや、さすがにそこまでしてもらうのは悪いな。いえ、
俺これからあっちに行く予定があるんで気にしないでくださいよ。そうか、それじゃあ悪いが頼むよ。優しいよ、ガミさん。うわー、おーおー、うわー、あ、シーサー、すげー、いかにもじゃん。うわー、仙人だ。なんかぶら下がってる。なんだあれ、なんだこりゃ。まあ、座ってくれよ。これ、鍋だよな。う、くせえ、何が入ってんだこれ。何、箱ごと入ってるよ、なんかが。ね。こいつが先薬だ。こんなの飲んでたの？この鍋が？ここには俺の作った特製の汁が入っててな。こいつに素材をぶっ込めば先薬を作れる。で、作れる先薬にはいろいろな効果を持つもんがあるんだ。いろいろな効果が？助けてもらった例だ。先薬について教えてやるよ。いいか？先薬は物によってその効果が大きく異なるんだ。先薬の種類はいくつかあるんだが、先薬ごとに必要な素材が異なるんだ。ほう。素材はどれも町で手に入るようなものばかりだから、そいつらを集めてきて特製の汁にぶち込めば完成だ。なんだか意外と簡単に作れるんですね。ああ、これ、ここに一通り素材があるからとりあえず作ってみろや。まあ物は試しだ、やってみるか。ん？勝手に動いている。ほう。ほう？え、プラスチックとボロワイヤーでできるの？え、それを飲むの？そうみたい。作れた。できたようだな。持っていきな。ありがとうございます。これ、必要な素材を書いたレシピをやるよ。やった！ほう。他の先薬が欲しかったら、必要な素材を集めて作ってみるんだな。それとこいつは、特製の汁が入った瓢箪だ。こいつに素材をぶち込めば、手先でも先薬が作れるぜ。なるほどね。なるほど。だから瓢箪を持ってたんだ。ところで、この納品依頼と書かれたレシピは何ですか？ああ、そうそう、言い忘れてた。そりゃ俺からのお使いさ。実は今、新しい先薬を研究しててな。お前さんにも協力してほしいんだわ。納品依頼とある先薬を作ってきて納品してくれたら、新しいレシピを教えてやるよ。それじゃあよろしく頼むぜ。ちゃっかりしてんな。な。さて、星野くんが待っていることだし、シャルルに向かうとするか。いや、変なところ来ちゃった。そうだね。うわぁ。めっちゃグツグツしてるもん。グツグツしてるし、なんか大根反対に割ってたりしない？そうだね。あ、じゃあ今回はこの怪しげな感じで終わりにしましょうか。はい、びっくりしたね。はい、じゃあ今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。